どすこい今年の有馬記念はずっと前から本命にしようと心に決めていた馬がおりますので、早速発表してしまいたいと思います。空手です。空手。どこ行ったかな出てなかったですね。本当にすいません。ただ、これね、あの冗談ではなくて、えー、この話が今年の有馬記念でどういう双方の馬を狙うべきかという話にですね、 直結しているので、お付き合いいただけると助かります。あの、双方分析してまいりますんで、その際の基準を示すために、この空手の話、避けて通れないんですで。このチャンネルではですね、今年、非常にお世話になってますね。新潟記念で、全然人気なかったんですけれども、本命にさせていただいて、ーい場券取らせていただいたということもあってですね、オンラインサロンやってるんですけれども、そこでもですね、空手ファンの方が多くいらっしゃいまして、 空手どうですかねっていうとね、何度も質問いただきました。で、無理ですと。空手は厳しいですと。もう私も嘘つけない人間なので、バッサリ切ってしまいました。変な奏法してまして、この馬が。首が高くて、足がきれいに伸びなくて、ちょっとね、あの膝を折ったような形で、硬い足運びでですね。まあ、お世辞にもいい奏法だとは思えない馬なんですよ。なので、 東京2000、東京2400といったようなメインストリームのところでは無理。ただその代わり、希望があります。この馬は、こういう変な走行してる馬は、有馬記念で来るので、ぜひ狙いましょうっていう。なので出てこなくて残念なんですけれども、その時に気づいたことがあるんです。トゥザグローリーなんですよね、空手って。なるほどっていうか、これ息き写しですわ。 ねトゥザグローリーの、そのまんまの走り方してるんですよ、ね。トゥザグローリーといえば、あのね、個人的には、有馬記念で本当にね、お世話になった番なんですよ。2年連続でそのね、副賞1点勝負で取らせていただいた、有馬記念絶好の走り方してるもんですよね。空手そのまんまの走り方です。首が高くて、硬い走法で足を折るような。 中山2500鬼みたいな奏法の馬なんですよね。これはトゥザビクトリーから、あの、遺伝したものなんですよね。マイルでも活躍した馬なんですけども、有馬記念でも穴開けた馬なんです。この、トゥザグローリーのこの兄弟ですよね。トゥザワールド。これもね、みんな同じ走り方してるんですよね。これも有馬記念。ね、かなり穴開けました。こういう奏法の馬が来るんですよ。 で、有馬記念って、リピーターコースみたいに言われるじゃないですか。その通りなんですけれども、その理由は、やっぱりね、その変な奏法をした馬が、ドハマりしちゃう馬がいて、それがあの、毎年のように来ちゃってるっていうだけの話なんですよね。なので、この話、何が言いたいかと言います。有馬記念は、変な奏法の馬が来ます。変なコースで行うので、変なお馬さん来ちゃいます。なので、 双方が素晴らしい馬とかを探す必要ありません。変な双方の馬を探していけば、まあ、大概そういう馬は人気ないですから、穴場券を取れる可能性が高まるっていうレースだと思います。で、思い当たる節ありませんでしょうか有馬記念ってね、変な馬来ますよね。まあね、もちろんね、強馬勝つ時だってあるんですけれども、古くはですね、大優作来ましたよね。大優作。大穴来ましたよね。 まあ、メジロパーマーだってね、ちょっと変わった馬でした。祭りだごっこだってね、びっくりしましたよ。圧勝したんですけれども、なんじゃこりゃ、こんな馬が圧勝するんだってっ、多分、後にも先にもここしか自分かってないですよね。こんな全然人気ない馬が圧勝したり、えー、おぐりキャップ。これだってね、変な馬ですよ。というか、 これだけ衰えちゃっていた馬が壊れちゃうんですよね。これやっぱりね、東京2400メートルコースだったら無理ですよ。あんな奇跡は起きません。なので、や、はい、っと具体論入れます。ごめんなさい。ただ、話は簡単です。変な馬さん。変な走法の馬、探しましょう。ではまず最初に、人気のイクイノックスから見てください。この、軽く弾むようなフットワーク。美しい走り。 もうサラブレッドとして理想的に思えるような素晴らしいフォームですね。ザ・正統派。言うことない走ですね。なので、ダメ消し。私は消します。はい。有馬記念はこういう馬の出番ではない。まあもちろんですね。いや あの、EU 馬が勝つってこともありますよ。ありますよね。まあ、オルフェーブルとか、ディフインパクトとか、そういうの勝ってるんで、絶対来ないとか、そういう,う、つもりはございません。ただ、期待値を考えたときには、私は全然買いたいとは思わないです、ねで。特に、イクイノックスの場合はですね、軽く弾むようなフットワークの馬なんですよね。まあ、先々週のリバティアランドの話をしたときにも、まず最初に思い浮かびましたもんね。軽く弾むようなフットワーク。 まあ、アーモンドアイ。うん、イクイノックス。のね、先週たまたま見かけたんですけど、キングストンボーイ。素晴らしい軽い走りをするんですけれども、こういうまあ東京の軽いババ向きだと思うんですよね。いや、中山の今の暮れのですね、またあの、重い馬場で2500メートルでしょう。私は全く買いたくはないです。本当にだからこの馬は高く評価してるんですよ。当然。 天皇賞秋の時も結局本命にさせていただきましたしもう北三ブラックのね本当に最高傑作一番いい走りをしてるんですよねただここではないと思うんですあのババアはもちろんのこと距離適性的なことで言っても私以前から言ってるんですがすんごいね軽く弾むようなフォームでセンスも非常にいい,い,い反応もいい場なんで 下手したら、僕は1006、東京の軽い馬ババ、安田記念とかでも僕は、全然対応して買っちゃう可能性あるんじゃないかっていうぐらいに思う馬なので、そもそもが中山2500っていうのも長いという感じもしますしね。喫下賞ってのはあんまり選択肢に入らなかった馬ですよね。で、ダービーですよね。ダービー2着できてるから大丈夫じゃないかって話ですけど、僕はちょっと、 とですね今年のダービーに関しては違う考え方もあって、すんごい軽い馬場だったんですよね、それこそ。その前のレースとかでも、条件戦で1分45秒4とかでですね、ヒルノダカールなんか逃げ切ってるような馬場なんで、かなり軽かったんですよね。でもう言ってしまったら僕はですね、この、ドーディウスもイクイノックスもダノンベルーガも、さらに言えばもしかしたらプラタリアンも、 全部距離長かったんじゃないかっていうような小さえもしてるレースなんですよね。まあ、さらに言えばキラーアビリティもそうかもしれないですよね。ジオグルフもそうか。あ、オーニャンコゴもそうかっていうようなね、感じのレースとも思えるんでね。だから僕はあの結局、スタミナタイプだと思うアスクビクタムは本命にしたんですよね。ただまあ、これはこれでちょっと問題がありましてですね、切れる足が使えないってことで、な東京の長い直線で捕まっちゃいましたけど、まあ結構みんなね、ちょっと怪しげなメンバーってこともありまして、 ですんごい軽い馬場ってことがあったんでここはねあんまり距離適性があったっていう話にはできないかなって思っておりますでもう一つは皐月賞で結構時計がかかる馬場でちょっとね重い馬場こなしたんじゃないかっていう,うこれを評価することもできるかと思うんですけどこのレースも馬場が外出しバイアスすぎて大外回った分の有利。 ドーデュース、後ろすぎましたよね。で、逆にダノンベルーがスク・ビクター・モアは、うちの悪いところもありすぎてるので、ちょっと、ま、相対的に浮上しますよねっていうような、ここまで多評価してないですかね。なので、区は結構、双方的に見ても、距離適性的に見ても、で、北んブラックン区っていうのがね、なかなか距離をこなせない馬ってのが多いですよね。そういうことも合わせ考えても、私は今回、 正造化の双方をしているこの馬は消します。次行きましょう。タイトルホルダーですね。今、日本のチャンピオンホースですよね。で、外戦文賞でも日本代表として戦った G1 三勝の、まあ、日本のエースなわけですけども、変な馬ですよ。結構変な馬だと思いますよ。で、僕はこの馬は時代が生んだ長寿みたいなところがあると思ってるんで、 本当に日本を代表するような馬なのかっていうのは、実はね、私はずっと疑問を呈しているんですけども、それ話せば長いんですけれども、それだけにいいですよね。本当に今回はいいと思います。いい条件だと思いますね、有馬記念。もうあれじゃないですか。勝つ確率は一番高い馬じゃないかと思います。まあ、その時代の長寿というなどういう意味かというと、 変則開催競馬にドハマリしてるところがあると思うんですよね。でこの馬が勝った一番全部阪神じゃないですか。で、これ本来はね、京都、菊花賞も天皇賞も京都でやるはずでしたよね。阪神に変わったというのと、あとはね、すんごい変則開催をずっとやってるからですね、もうずーっとこのところお話ししてるようにゾンビ馬場なんですよ。 ゾンビババでね、内が伸びる、そこをうまく利用したっていう面がある。だって、双方はですね、変な馬ですよ。こんなにですね、パワフルピッチ双方の馬。こんなのが日本の代表になるっていうのはね、おかしな話だと思うんです。でもすごいですよ。でも素晴らしい馬なんですけど、変わった馬ですね。面白い馬ですよね。 だから僕はこの馬がデビューした時からすっごい面白い馬が出てきたというふうにずっと取り上げてきたんですよ。で、デビュー戦見た時には私はサツキ賞取れる馬じゃないかっていう話したんですよね。まあとにかく特徴はですね、この速い回転ピッチ走法ですよね,でね。ちょっとね、パワフルに書き込むような感じにも見えるんですけど、ただすごく回転は柔らかいんですよね。 滑らかな回転をするんですけど、やっぱりちょこまかしてて、正統派の走りでは全然ないですね。なので、もう最初から、東京コースはダメだというふうに思ってました。ダービーは無理。ただ、サツキショー、ーまあ比較的小回りのところで、ワンペースに前に行って粘る競馬したら、サツキショー面白いんじゃないかというふうに思ってました。で、正直を言いまして、ここまで、 とととしししたたた回転で走っっててままうと距離は持たなないいんじゃないかと思ってましたねだから菊花賞天皇賞に関しては私の判断が至りませんでした心配能力とかそういうものが高い馬なのでしょう、まあ、あとは阪身のうのびに助けられたっていうのもあるし結局ま特殊条件なんですよねああいう超長,長距離っていうのはですねなのであの何ていうかこの馬のスパッと切れる足がないところが補われてしまう部分もあって ししましたね、まあ、だからですねやっぱり、まあ、今回の中山2500ってのもすごくいい舞台だと思うんですよねだから未だに本当認めてないです僕のこの思想ではです日本競馬のメインストリームっていうのは東京 2400m、まあ、あるいは東京 2000m とかだと思ってるんですねなのでですね例えば今年の秋の天皇賞決め手が求められる東京コースでは全然勝つイメージがわかないまあジャパンカップ も4コースは比較的打ち伸びになりやすすいんですけれどもまあやっぱりそういう助けがないと逃げきれないっていうようなメインストリームでは僕は輝けない馬だと思ってるんですよねそれだけにいいですよ今回本当にまあ中山2500絶好の舞台だと思いますえ次のジェラルーナこれは正統派っていうことでいいんではないでしょうかまあジェンティル・ドンナに似てちょっとね首は高めではあるんですけれどもやっぱり,っぱりお母さんに似て綺麗なフットは大飛びの馬ですし 正当派と見ていいと思いますんで、私は消そうかなというふうに思ってます。今思い返せばですね、私結構前の段階から、これはエリザベス上杯、左右力、本当に優雅だというふうに褒めてきたんですよね。でも、エリザベス上杯の時に全く馬券買ってなかったのは何ででしょうか。まあ、道悪だったっていうのもあっ たかもしれないですよ、ねまあ、本当に取り逃してしまってるんですけど、まあ、やっぱりですね向いてるのはこういう阪神2200みたいな広いコースまあ2ターンで広いコースに向いてる正統派の差し馬だというふうに思いますなのでエリザベス女王杯連覇できるような馬だと思いますし宝塚記念でも全然面白いと思うんですけどもこういうちょっとトリッキーコース向きではあんまりないですかねオールカマーもね 中山2200っていうのは非常に広い良い,いコースですからね。ちょ実際、走法を見てみますけれども、この左右から抜けてくる黒い帽子の馬がジェラルディーナですね。まず思うのは、本当にジェンティルドンナとこの姿勢が似てるんですよね。やや首が高めで、上体を起こして走れていて、その分ストライドが伸びるっていう奏法なんですけども。いやー、ちょっとお母さん以上に大飛び、ストライド伸びる。 馬ですね。本当に綺麗なフットワークの馬です。で、お母さんの方は、有馬記念、引退レースで勝っているんですよね。ただ、もしかしたらちょっとお母さん以上に大飛びで正統派っぽい双法かもしれないっていうのと、まあ正直なところ、お母さんほどちょっとね、能力が抜けた存在だと、ある程度、どんな条件でも能力でカバーしてしまうっていう部分があったと思うんで、 僕はジェラルディーナはまだそこまでの絶対的存在ではないと。あとお母さんが違ったのは、結構前の位置を取れる馬だったんですよね。それに対してジェラルディーナっていうのは、あんまりスタート早くなくて、えー、後り後ろからになってしまって、えー、客室が末行ってというところがありますからね。まあやっぱり中山2500の取引ーコース向きという感じはしませんので、今回人気してしまいそうということを考えると、やっぱりすっきりと消そうかなと。 いう,ふうに考えておりますはい。では次はエフフォーリアの順番なんですけれども、ちょっとですね、エフフォーリア難しい問題なんで、ちょっとベラーズルも難しいんで、分かりやすいところから行きたいと思うんですよね。ボルドグ風習。まあ、やっぱりね、基本問題、応用問題っていうふうに順番に解いていった方がいいと思うので、簡単なボルドグ風習の方に行きたいと思います。この外から指してくる黒い帽子4番のこの馬ですね。 首がまず高いですよね。そして、あんまりこう、うまく触れてないですよね。えー、ちょっとね、首が突っ立ったような感じで、えー、首が長いんですかね。ちょっとこう、高い位置で、あんまりよく触れていない、なんかダチョウみたいなりになっちゃってますし、えー、足もですね、あんまりきれいにストライドが伸びないですよね。 ちょっと突っ張ったように足を出す感じがして、えーまあ、お世辞にもいい奏法とは言えないですよね。それだけに、めっちゃええやん。よだれが出るほど変な奏法ですやん。知ってますあの、この間、m 1グランプリ決勝あって、 僕あの『Q』っていう漫才師がすごい好きですごい面白いネタいっぱいあるんですよで「めっちゃええやん」っていうあのネタがあるんですけどああいうのすごい面白いんですけどねあの決勝ではね全然面白くないネタやってしまってですね全然ダメだったんですけど、まあ、それはまあさておき最高ですやんこれはものですやんあのほらあのさっき見ていただいた「空手 t h e g r o l y えー、あれとほとんど同じ。もうね、言うことないですね。こういう走法で、なかなかこの G1 で戦えるレベルに来る馬っていうのはね、そうそういないんですよ。なのでですね、私重症になると、まあ大概ですね、全馬走法採点ってのやるじゃないですか。そうすると、私はですね、毎回最低点ですね。まあ今回も最低点つけると思うんですけど、それだけに、 めっちゃいいですこれはですね中山2500を走るために生まれてきたかもしれない頭高いっていうのも一つのですねこれ特徴ですよね松井田国庫なんかも高めでしたし松田、まあ・トゥ,トゥ系全部首高いですしねこういうのねハマること多いんですよね甲子園は清原のためにあるのかっていうのがありましたけど中山2500はボルドグフーシュのためにあるのかっていう ぐらいな。ちょっとね、まあいちょっと言い過ぎかもしれないですけども。いやいいですね。逆に言うと、こんな馬ですね。東京2000とか東京2100、無理だと思います。なので、まあ、春は、う、えー、まぁ、あ、手のを目標にしていいと思うんですけど、秋冬はですね、有馬記念しかないと思いますね。そういうところでしか輝けないっていうような、 タイプの双方だと思います。それだけに今回は解体いいですね。ただ、競馬は双方だけでは決まりませんのでですね。まだ結論出たわけではございません。あの、これを踏まえた上でどういうふうに予想、馬券を組んでいこうか。次の動画でお話しいたしますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。次は、ベラーズルに行きたいと思います。まあ、このままちょっと難しいなと言ったのは、 双方が結構変わるんですよね。その時によって変わるんで、まあどう評価しようかなっていうのはちょっと難しいところあるんですよね。この時なんかは、ね、大外一揆のこの足、ね、素晴らしくストライドも伸びていて、姿勢も良くて、正統派、ザ・中距離、シし馬、切れ味の馬っていう感じがするじゃないですか。でもですね、ちょっと違って、 た風に見せる時もあるんですよね。もうこれ同じ馬のようには見えないと思いますよ。これ一番の最内から抜けてくる馬なんですけれども。かなりパワフルに書き込む感じの奏法になってるじゃないですか？淡路特別の時なんですけれどもちょっとね。あの馬場がややあの重いやや重いババの時ですよね。 これじゃあまあ確かにダートで走ってた馬だよなっていうね、感じを残した。すごいパワフルな書き込む奏法になってますよね。まつまり馬場によって色々対応ができる馬なんのでしょうかね。そんな気もしますね。これはちょっとですね、常識外れの一般理論が通用しない馬のような気がするんですよね。だって馬柱見ても、 変じゃないですか。これートのずっと2勝クラスでうろうろしてた馬がいきなりこんなジャパンカップまで駆け登るなんてなんですね。なので、なんかあまり双方で割り切ってしまわない方がいい馬のような気がします。次が F4 リアス。この赤い帽子の馬ですけれども、これも結構ストライド双方、大飛びの馬ではあるんですけれども、 イクイノックスとかジェンティル・ドンナと同じように、えー、くくってしまって切るということはやっぱりできないですねやっぱあの2頭と違うところはあの軽くぴょんぴょん飛び跳ねるような奏法ではないんですよねやっぱり重心が低めで首も低めで重戦車感ありますよね、まあ、あのガサもあるの ですごいパワフルに街を這うような走りというとあれですけれども軽いピョンピョンした走法ではなくて重みを感じますまあその上この時からはまたちょっとですね体重も増えてきてしまっていてパワータイプ化しているような感じもしますので今回の舞台の方が合うかもしれないやっぱり大阪杯宝塚記念の時は かなり高速馬場で、速いペースでつい出けずにやられてしまったというところがあったので、今回のややパワーを要する馬場の方が合ってる感じもしますね。中山の馬場も順当に荒れて重くはなってきているところですからね。この、すごい、あの、練習してた時と、今の走法と比べても、そんなに変わらないですけれども、まあ、強いて言えば若干、あの、胸前がすごい熱くなって、パワフルで、ピッチ寄り、 若干、そんな感じもなくはないですかね。まあこの馬は多分ちょっとパワーのいる馬場は苦にしないと思うんですよね。サツキ賞であの荒れた打ちをついてです、ね。タイトルホルダーに落勝してるところなんかを見ると、やっぱりパワーがあるので向いてるかもしれないっていうかまあ実際去年この舞台で鑑賞してるわけですんで、そのコース適正とか双方とかで嫌う必要はないかなと思います。 ということで、なんとか上位人気の有力馬たちは全部双方見てこれましたので、えー、次の動画で大穴馬をちょっとこちらから、えー、抜擢いたしますのと、最終的な予想、馬券どういうふうに組むのかみたいなことを考えて、えー、実践的に双方を踏まえた上で実践的にどうするのかっていうのを次回の動画でいたしますので、チャンネル登録いただけましたら幸いです。で、またこういう えー、結構、双方深掘りする動画、需要があるのかどうか、掴めかれております。えー、もし、良いと思ってくださった方は、いいねをぜひいただきますと幸いでございます。あの、全場双方採点に関しては、無料メールーガになってしまうと思います、えー。概要欄の方からリンクしておりますので、チェックしていただけたら幸いです。最後まで見ていただき、ありがとうございました。